今日は川越さんや検定の第2級ということで、皆さんお勉強はしてきましたか？前髪どこここ。はい、皆さん紙とペンを用意してきてください。紙とペン。ちなみに問題は10問で、8問以上正解したら合格ということになります。自信は皆さんないんですか？初受験です。お、頑張ってください。この間3級やったんですけど、3級受けられなかった方も全然2級から受けてください。後で問題とかは書いてどこに載せます。受験票忘れましたか？一応受験票はまあない感じなので多分大丈夫だと思います。あ、自信ありますか？いや、みんな大丈夫かな。一応なんか3級はなんか基本問題で、今回2級なのでちょっと難しくしました。みんな集まったかな？でも今回はちょっと選択問題もいくつか入れてみました。カンニング OK ですか？ダメです。試験会場についてつけない。なぬ、何分に始めますか？でもさ、なんか受験の前とかめっちゃ緊張するよね。なんか周りの人とかさ、あんま知らないし、席ついてなんか緊張するよね。まだ始まってないです。ちょっとみんな集まるのを待ってる。消しゴム落としたんで拾ってもいいですか？あ、拾いに行くんで待っててくださいってやつですね。手を挙げてくださいってやつ。本物の試験より緊張する？本当ですか？誰もありがとうございます。電卓忘れた。あ、電卓今回使わないんで大丈夫です。はい、じゃあそろそろ始めます。個人戦なので皆さん10問中8問ですよ。頑張ってください。それでは第1問目でるん。はい、私が初めて AKB のカップリング選抜に入った時の曲名を答えてください。もう一回言うと、初めて AKB のカップリング選抜に入った時の曲名を答えてください。コメント欄には書かないように。無言カウントやめて。はい、これは大丈夫ですね皆さん。お、簡単って言ってるね。お、皆さん余裕ということで、じゃあ第2問目ドゥルン。 TDC 単独コンサートの選抜のための合宿で
課題曲となったダンス曲の名前は？あ、い、うで答えてください。あがビギナー、いがうざ、うがノーウェイマンで、あ、い、うで答えてください。あゆで答えなかったら罰になっちゃいます。三択言わなかった一応三択にしてみた。OK ですねそれっぽいでしょ。ちゃんと正式に答えてね。これも楽勝っぽいので、じゃあ次の問題いきます。3問目でるん。最終オーディションの時に歌った曲の名前は何でしょうか？曲名を書いてください。これもいけるかな。最終オーディションで歌った曲の名前、大丈夫そうですね。書けましたか？難しい？昼間調べた、本当よかった、予習したところが出たんだね。はい、じゃあ次いきます。4問目。最終オーディションの時にしていた髪型は何でしょうか？髪型です。お、ちょっと皆さん難しいってなってきたんじゃないですか。髪型です。そう、合格者のね、集合写真で写ってると思うんですけどね。難しいでしょ。これが4問目ですね。難しい2級なんでちょっとね、だいぶ難しめにしました。あ、遅れましたか。じゃあ途中から答えていってください。ちなみに今は4問目で、最終オーディションの時にしていた髪型です。また最後まで問題言ったら最初から読んでいくので、問題よ。2級レベル高いでしょ。じゃあ次5問目いきます。ハロウィン公演の時にしていた仮装は何でしょうか？選択肢です。あ、い、うで答えてください。誰もありがとうございます。あ、魔女、い、ピエロ、う、海賊。あ、魔女、い、ピエロ、う、海賊。あ、いうで答えてください。ハロウィン公演の時にしていた仮装は何でしょうか？簡単？これは大丈夫？選択問題が選択なくてもいいまあまあまあ難しいということで頑張ってください。はーい、ということで答えられたようなので次いきます。6問目。でるん。生誕 T シャツに書かれている動物は何と何？2匹書いてください。
生誕 T シャツに書かれている動物2匹を答えてください。ちなみにあだ名っていうか、その実際の動物の名前じゃなくて、その何なんていうの、いつもの名前で書いてください。いつもの、生誕 T シャツの時に書かれていた動物は何と何。サンキューより簡単。本当ですか。そう、キャラ名を書いてください。はい、問題があれだったね。なんか生誕 T シャツに書かれていた動物の名前は、動物のキャラクターの名前は何と何の方が良かったね。そうしよう部屋着だから余裕それは最高ですじゃあ次7問目に行きます。あ、飾ってあるから大丈夫。嬉しい、ありがとうございます。じゃあ7問目行きます。でるん。NGT に加入する前にしていたアルバイトは何でしょうか。これどうしよう、選択肢にした方がいい。みんなの様子を見る。 NGT 加入前にしていたアルバイト、これ選択じゃなくて大丈夫。じゃあいいや、選択にしない。じゃあヒントなしで。そうですね、アイナゴ店を見ていた方はちょっとあと何回かね言ってたのもあるかな。あ、みんなわかるっぽい。よかったよかった。じゃあ次いきまーす。8問目、でるん。今まで髪の毛を染めたことはあるかないか二択です。今まで生きてきて生きてきて髪の毛を染めたことはあるかないかです。二択あるないで答えてくださいふん余裕簡単。染めたことがあるかないか誰もありがとうございます。あ、みんな大丈夫そうでよかったですじゃあ次いきます。9問目、でるん。今ピアスは開いているか開いていないか二択ですあ、ありがとうございます。開いている、開いてないで答えてください。今ピアスは開いてるか開いてないか。これわかるのかな。だからこの髪型ってやめて、耳見せてはダメでしょ、隠してんだから。急にわかりやすい。ありがとうございます。みんな大丈夫そうだね。じゃあ10問目、最後の問題です。最後の問題ちょっと難しいかな。ちょっと引っ掛け問題っちゃ引っ掛け問題なんですけど、ニキの衣装あるじゃないですか。ニキのあの黒い衣装あるじゃないですか。あのじゃんけん大会の時にみんなで着た衣装あるじゃないですか。あの衣装はワンピースかスカートかショーパンかどれだったでしょうか。私の衣装
三択。ワンピースかスカートかショーパン。これ別に記号問題じゃないです。私が着てた衣装ちょっと引っ掛け。ワンピースかスカートかショーパン。頑張れ。これは記号問題じゃないです。普通にワンピースだったらワンピースって書いてくれて大丈夫。ちょいむずでしょ。ちょいむずなのよこれ。お、迷ってる。そう、多分2つで迷うと思うんだよね。17分ありがとうございます。ハートありがとうございます。はい、こんな感じで一応全部問題言ったんですけど、もう一回最初から言っていくと、1問目が初めて AKB カップリング選抜に入った時の曲名を答えてくださいという問題で、2問目が TDC 単独コンサートの選抜のための合宿で課題曲となったダンス曲の名前は、あ、い、うで答えてください。あ、ビギナー、い、うざ、う、ノーエンマ、この3択です。あ、い、うで答えてください。はい、3問目、最終オーディションで歌った曲の名前を答えてください。これむずいかな。4問目、最終オーディションの時にしていた髪型、髪型です。5問目、ハロウィン公演の時にしていた仮装、あ、い、うで答えてください。あ、魔女、い、ピエロ、う、海賊、あ、い、うで答えてください。6問目、生誕 T シャツに書かれていた動物のキャラクター名は何と何、2匹答えてください。だるまクローバーありがとうございます。7問目、 NGT 加入前にしていたアルバイトは何でしょうかという問題です。で、8問目が今まで髪の毛を染めたことはあるかないか、あるないで答えてください。これはまあ生きてきてですね、生きてきて今まで髪の毛を染めたことがあるかないかです。はい、9問目、今ピアスは開いているか開いてないか、見せません。開いてる開いてないで答えてください。はい、10問目、ラストの問題がちょっと引っ掛け問題なんですけど、人気のじゃんけん大会の時の衣装で私はワンピース、スカート、ショーパンのどれだったでしょうかという問題です。はい皆さん大丈夫でしょうか。書けましたか。でも意外にいけるっしょ。8問正解で合格だから、8問で合格。大丈夫かな。答え合わせしていいですか。みんなギリギリ全然わかんない無理です、ごめんなさいはい、じゃあもう答え合わせいきましょう。はい、1問目、初めて AKB カップリング選抜に入った時の曲名、答えはモニカ夜明けだです。モニカ夜明けだです。丸ですね。あ、当たってますね。じゃあ2問目、TDC 単独コンサートの選抜のための合宿で課題曲となったダンス曲の名前は、答えは「い」の
うざです、いのうざです。はい、いって書いてれば正解です。もう丸ですね、よかった。3問目、最終オーディションで歌った曲の名前。はい、ハート型ウイルスを歌いました。ハート型ウイルスって書いた方は合格じゃねえわ正解です。10点獲得、1問10点です。はい、そうなんです、ハート型ウイルスなんです。じゃあ4問目、最終オーディションの時にしていた髪型。していた髪型はポニーテールをしていました。はい、最終オーディションの時はポニーテールをしていました。3級の時は初期の頃の髪型はっていう問題だったんですけど、ちょっと2級は難しくして最終オーディションの時にしていた髪型にしてみました。お、当たった。お、いいね、いいでございますよ。はい、次5問目、ハロウィン公演の時にしていた仮装はあ、い、うで答えてください。あ、魔女、い、ピエロ、う、海賊だったんですけど、正解はうです。うの海賊です。海賊の衣装を着ました。はい、合ってますか。うって書いた方は丸です。正解正解。じゃあ6問目、生誕 T シャツに書かれていた動物のキャラクター名は何と何でしょうか。まず1匹目がウサーヤ、2匹目がベアーヤです。もうこの時はまだね、新キャラネイヤンがねまだ誕生していなかった時なので、この2匹を書きました。なのでウサーヤとベアーヤって書いてくださった方は正解なので10点です。もし片方だけ合ってたよって方は5点、なんか例えばウサイヤとネイヤンって書いちゃった人は5点でよろしくお願いいたします。はい、次行きます。7問目、 NGT 加入前にしていたアルバイトは。これはマックです。マックです、マックです。マクドナルドも丸です。お、当たった、よかったよかった。じゃあ次8問目、今まで髪の毛を染めたことはあるかないか。二択なんですけど、ないです。なのでないというないって書いた方が正解なので10点獲得です。マクドでも正解ですか。正解です。はい、お、結構当たってるみたいだね、これは。お、合格決定した方いる？ちなみにここで。お、すごいすごい。あ、でも丸結構多いですね。じゃあ9問目いきます。今ピアスは開いているのかという問題なんですけど、ドゥルン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 開いてないです。開いてないです。ピアス開いてないです。はい、開いてないので、開いてないという回答をされた方が正解なので10点を獲得してくださって OK です。はい合格決定してる人が結構いる開ける予定はとりあえずないです。はい、なのでいつもイヤリングをしています、私は。はい、ということで次最後の問題なんですけど、今70点の方はね、次正解していれば合格ですから頑張りましょうはい、最後の問題。はい、2期のじゃんけん大会の時の衣装は、私は
ワンピーススカートショーパンのどれだったでしょうかという問題なんですけど、正解はでるーぽんショーパンでした。ショーパンです。これはショートパンツ、あのこれあのショートパンツでなんか後ろフリフリのあれスカートじゃなくて、なんだろうな、スカートっぽいなんか後ろだけヒラヒラしてる衣装だったので、ワンピースではないしスカートでもないショーパンでした。なのでこれはちょっとね引っ掛け問題なんですよ。そうそうそう、後ろだけそうスカートみたいななんか可愛い衣装で、お85点80点、お、よかったです。でも結構難しかったじゃないですか。75点、あー惜しい。それはなんて書いたんだろう、ねえやんって書いたのかな。魚もいたのか。お、100点すごいですね。え、でも80点取れたら結構すごいと思うよ。てか50点以上取れてる方やばすごと思う。お、皆さんいい感じで赤点でしたか。追試お願いします。はい、わかりました。あ、曲名見せなきゃ満点取れた。うわ難しいですよね。80点、お、100点、あーすごい。さやちゃんのファンを名乗っても大丈夫ですか。え、全然何点でも名乗ってください。全然大丈夫、何回でも受けてください。はい、ということで2級はこんな感じだったんですけど、いかがだったでしょうか。結構問題考えるのもね難しくて結構迷ったんですけど、ちょいムズにしてみましたね。はい、次はね1級ということで、皆さんもっと難しくなるんですけど大丈夫ですか。問題良かった。そう、3級2級とやってきて、ついにゴールデンウィークの最終日が1級ということで、皆さん頑張ってください。追試もやっていきます。1級はでも多分難しいってなるから、選択問題とかもちょっと入れてこうかなって思います。はい、ゴールデンウィーク毎日配信企画、明日はねいよいよギター配信ということで、よかったら遊びに来てください。14時から配信始める予定です。ゴールデンウィークのショールーム配信の予定は755に載せさせていただいたので、よかったら755の方をチェックして時間見て遊びに来てくれたら嬉しいです。そう、1日目がメイク配信で、今日が検定2級で、明日があれですギター配信で、明後日がカラオケ配信で、最終日が1級なので、皆さん頑張ってください。明日はねゆっくりギターを弾いてね、のんびりしましょう。明日は大丈夫です、試験じゃないので。はい、明日お昼14時なのでちょっと早めの時間なんですけど、よろしくお願いします。時間かな、もっぽいな。はい、ってことで後であの問題と答えを載せますね。
31分、お、1分過ぎちゃった。じゃあまた明日、バイバーイ。お疲れ様でした。1級も頑張ってください。2級取れた方は自慢してください、プロフィールなどで。バイバイ、おやすみ、バイバイ、明日ね。